癒しの音楽で知られる音楽家のエイコン日比野さんが奈良市の薬師寺を訪れ、寺のために制作した楽曲を奉納しました。今日は薬師如来の縁日で、金堂での法要に先立ち、薬師寺の加藤長院貫主にエイコン日比野さんから楽曲の目録が手渡されました。エイコンさんの楽曲は心と体をリラックスさせる周波数で作られているといい、その思いは薬師寺の本尊薬師如来に通じるものがあるということです。寺に奉納した新曲イニシエの架け橋は、疫病に打ち勝ち力強く歩んでいくイメージを表現したと話します。薬師寺さんがされてる活動されている中で、何か音楽を持って同じように人の役に立てることはないかなという思いがありまして、音の奉納をさせていただくと